だから徹底した行動、それが感覚をつかむ、それから徹底して悟る。だから私たちは徹底した行動をしましょうと。まあちょっと今日時間取ってもらって、もうちょっと話すとね、ある外国人がね、一代で財を成したっていうんですよ。そうするとね、那覇警察署の署長がね、一代で財を成す方法を教えていただけませんかとこう言ったらね、ニコッと笑ってね、ミスターミヤギと、イッツワークアンドワークとね、アンドワークとこう言ってる。これが一代で財を築く方法です。徹底した行動だということですよ。働かずに財を築くことはできないんですよ皆さんね。それからマザー・テレサは言ったね、 Love is action、 愛は行動だということですよ。徹底した行動をしないと愛情は生まれないんですよ皆さん。極限状態までね、ダーッと徹底行動したら、それほど苦労したら愛情も生まれるわけですよ。また逆の方向からすると、行動の伴わない愛情というのはおせっかいですよ。愛してる、愛してると言ってね、結婚もしない、手も握らない、セックスもしないと言ってね、おばあさんまで引っ張ってみ、そんなこと言わん方がよかったのよ、他の人と結婚できたかもわからんね。 Love is action というのは二つの意味があるね、やっぱりね。アクション、アクション、アクションすることによって、ラブが、愛が生まれることがあるね。愛が大きくなる。もう一つは、行動の伴わない愛情というのはおせっかいだという、いろいろな意味があると思います。だから私たちはね、行動、徹底した行動だと。だから、ね、獅子の会を作ってね、お互いに付き合いの会をしましょうと。付き合い、愛情の欠点をつくんですよ、相手の欠点を。愛情を持ってつくんですよ。その愛情のわからないやつをついたらダメです。愛情を持って僕がついてもね、愛情がないやつがおるんですよ。それで僕が失敗してるケースもあるけどね。愛情を持って相手をつく、そういう相手を探さなあかん。お互いに愛情を持ってつこうと。二重丸をつけて自己監視、相互監視をしようじゃないかと。それから協力的競争をしましょうと。それから互助組織にしましょうというのが獅子の会ですよね。まあ、こういうふうに話してくるとね、皆さんね、まあ、ちょっとかっこよく見えるでしょ、僕はね。残念ながら毎日わびしいですよ。毎日寂しいですよ。わびさびっていうのはね、ちょっと違う意味があるとは思うけどね、結局は一緒なんだ。芭蕉も全ての人が言うた、わびさびを知らない人間はね、大した人間じゃないんですよ。いろいろな意味でわびしい寂しい、少々は重複してるから。僕は毎日わびしい寂しいですよ。毎晩寝るホテルが違うんだから、毎晩寝る県が違うんだからね。毎晩ビジネスホテルでしょ僕は。大抵いいホテルはね、向こうが講演者がね用意してくれたときはただやか泊まるけどね。大体ビジネスホテルです。そうするとね、僕はパタンキュッていく方だからね、大体15秒ぐらいでこういう目つぶったらスッと寝るわけです。その15秒ぐらいの間がわびしいね。横に家内でもおればね、まあ家内がおれば、まあちょっとね気も紛れるね、別の女性がおればねもっと楽しいけどね、まあ、そういうことはまあ少ないからね、まあないからね。いやほんとね、まあ、とにかくね、朝起きるでしょ、目覚めたら今日はどこだったかなとこうするよ。だいたい1分以内で気づくね。家でもね、こう片目を開けてこうまず見る、あ、これは家だなと思ったらね、家内が起こしに来るから寝ようと思ったらこうして寝る。片目を開けるんだからね、僕はいつも。しかしね、6ヶ月に1遍ぐらいパッと起きてこうしたってね、なかなか思い出せないね。すると慌ててね、走ってってこう見てよくも、外も開けたってわからんねんから、都会は全部一緒やからね。ダーッとくってみ、あ、福岡だったかって気するね。まあ、横に女性でも寝とけばね、ここはどこですかとね、福岡ですと教えてくれるけどね、まあ、そういうことはないね、なかなかね。まあ、しかし、まあ、そういうふうにね、本当にわびしい毎朝。それからね、そのね、月に飛行機をね、20回から25回乗るんで、まあ25回ぐらい乗るんでしょうね。もうだいたい年に300回飛行機乗ってみ、飛行機がビュン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 飛び立っていった途端にね、それはもうその場その場で全力投球してるでしょ。乗るとき今日どこ行けとかも忘れてしまうけど、もう連れて行ってのさ、今日は仙台だかとか言って乗るけどね、乗ってしまってしばらくするとね、300回のうち1回ぐらいね、年に1回ぐらい飛び立った瞬間にね、ちょっとどこ行けたかなと忘れることがあるね。それだん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 こう焦ってくるんですよ。そういったらちょっと自分を失いがちになるでしょ。そういったら隣に人がおるからね、すいませんがと、この飛行機どこに向いてますかねとか聞くわけですよ。これ今年の1月21日ぐらいあったね、札幌行きの時に。そしたらね、あれそうな顔で向こうは見るね、こいつ気狂ったんじゃないかと。
健忘症になったんじゃないかという気持ちで見る。そうすると私はね、自分を失わないためにね、何を求めて走ってるんだと。真に求めるものは何かと自分に言い聞かす。真に求めるものは何かと。何を求めて行き違いみたいに走ってるんだと。ねえ。ねえ。そうすると人生とは何ぞ。人生とは生まれてから死ぬまでの時間じゃないかと。その時間をいかに有効に使って、いかに多くの人にいい影響を及ぼし得たかじゃないかと。しかしそういう綺麗事じゃ人間気違いみたいに走れないですね。皆さん速やかに出てくださいって、はいはいってゆっくり歩くでしょ。数だと飛び出すからね。まあそういうふうに人間っていうのはね、なんかね、なんかないと気違いみたいに走れないですよね。だから私は小さい時のことから思い出してみた。いつ頃から私は気が狂ってるんだと思ったらね、気違いみたいに走ってるんだと。弟が死んだ時にね、親父が百姓のせがれ、ね、刑務所に入ってたからとか、百姓のせがれだからとかいうことで差別されたんじゃないかという怒りを覚えたね。それが弟が死んだ時に医者に診てもらわずに死んだから悲しかった。この怒り悲しみ、私も百姓のせがれだから、私も医者に診てもらわずに死ぬんじゃないかという恐怖心を持つようになった。この怒り悲しみ恐怖心、これが私のエネルギーの源泉となって判断の役目に突っ込んでいった。怒り悲しみ恐怖心とは何じゃ。それはね、弟に対する愛情があるから怒りを覚え、悲しみを覚え、それで自己愛があるから恐怖心を覚えた。だからね、やっぱり気違いみたいに走れるというのは愛情に基づくんだなって僕は思ったよ。弟に対する愛情があるから夜の3時でも往診に突っ込んでいったね。ねえ、早く帰ってくださいって言ってね、美味しいごちそう用意してますよと、親戚の人も来てますと言ってみよう。あなた、はいはいって言ってゆっくり帰るでしょ。ねえ、奥さんが車にひかれたってね、メロメロ帰って駅まで走るよ。これは愛情のせいやったらね、徹底的に命をかけて頑張れるわけですよ。気違いみたいに走れる。子供がね、車にひかれたってね、抱き起こしてもう目の色が一目散にカーッと走る。これやっぱ愛情に基づかないと気違いみたいに人間は走れないんです皆さん。だから今は何のために私は気違いみたいに走ってるかというと、社会の矛盾に対する怒り悲しみ恐怖心ですよ。社会の矛盾に対する怒り悲しみ恐怖心とは何ぞや。何のね、私だけがいい医療を受けられる社会じゃなくてね、ハマチ同然の皆さんとね、もうやっぱり人間並みにいい医療を受けられる社会じゃないといけないでしょ。だからいつでもどこでも誰でもが最善の医療を受けられる社会じゃないといけないということは、やっぱこれは人間愛に基づいてるってちょっと分かりますかね皆さんね。だから社会の矛盾に対する怒り悲しみ恐怖心とは人間愛に基づくんだと。要は社会の矛盾に対する怒り悲しみ恐怖心、これは人間愛に基づくね。だから真に求めるものは何か、怒り悲しみ恐怖心に基づく行動であり、人間愛に基づく行動であるとね。そのためには真実に基づく行動をしないといけないと。真実に基づく行動とは何か、医療は患者のためにあるんであって、医者が金儲けするためにあるんじゃないんだということですよ。政治は国民のためにあるんだって、政治家が名誉よく権力よく財産を作るためにあるんじゃないんだと。経済界の皆さんはね、国民生活を豊かにするためにあるんだってね、自分さえ儲かればいい、自分の会社さえ儲かればいいと、売り惜しみ買いだめ買い占めまでして社会を混乱させね、日本なんかどうでもいいというためにあるわけじゃないわけですよ。だから教育界の皆さんもそうですよ、子供を教育するためにあるんだってね、ストライキばっかりして自分の収入を自分の生活を豊かにするためにあるんじゃないんだと。だから真実に基づく行動をするためにどうしたらいいんだと。お前はね、土日最初がと、死なんでもいい病気でバタバタ死んでる人が多いでしょ。一流の仕事をしている人が脳卒中で4日もほっとかれてる、許せないね。働いた分またその人一生懸命頑張ってる分、医療側も頑張らなあかんね。そういうふうにね、私はね、お前はとバタバタ死んでる人がおるのにね、それを知りながら土日祭日正月休めたからかと。だから毎日毎日ね、要は土日祭日正月休みなく毎日毎日単調さに耐えて、一日一日エネルギーの一滴まで使い切るまで走れと自分に命令しね、そして毎日毎日弱音をはきはきと、自分の弱さ、自分のズボラ心、自分の怠け心との自己闘争の連続であるということですね。ね、本心の反対ばっかりやろうもた、それはね、弱音はきはきですよ皆さん。ね、自分のズボラ心、怠け心をね、そういうのと自己闘争の連続であると。単調さに耐えれない人間は歴史を作れないと言われてますよ皆さん。ね、僕らはやっぱり単調さに耐えていかないといけないと。僕はそう感じる。例えばね皆さん、もう一回だけよね、相撲でも1日2日3日4日とこうずっと10日間でこういう感覚を相撲の感覚をつかむわけですよ。訓練してね、1日休んだらスッと感覚落ちるよ。それを取り戻すのに4日間かかるじゃん、あ3日間かかるじゃん。結局4日損するわけです。単調さに耐えれない人間は歴史を作れない、間違いないですよ皆さん。ね、まあ、そういうふうにね、
感覚をずっと持ち続けるためには、寝ても覚めても、ね、大山名人なんかおしっこしてても将棋の駒がちらつくでしょうね。風呂入ってても、セックスしててもちらつく場合あるんだよ。まあ、そういうふうにね、やっぱり単調さに耐えて、頑張ろうじゃないかと。まあ、最後にね。一つ、人生とは何ですかね。人生とは何じゃ。ね、人生とは、生まれてから死ぬまでの時間を人生という。ね、その時間をいかに有効に使って、いかに多くの人にいい影響を及ぼしてたか。これが人生ですよ、皆さん。で、今死んだらも今から人生なくなるからね。その時間を、ちょっとでも伸ばすためには皆さん、ね、貯金でも働いて病院に払って金使うでしょ。もう金なくなったらどうしますか。財産売ってでも払うじゃないですか。だから、金とか財産よりも、この生きてる時間が大切なんですよ。子供の命を救ってくださいと言ったら、子供の命の時間を伸ばしてくださいということでしょ。選択しながら掃除するとか一生懸命する人がおるでしょ。それを飯を30分も食らってクソを15分も踏ん張ってたんじゃね、話にならんわけですよ。だから飯の食い方っていうのはね、早く食わないといけないね。よくね、噛んで食べてくださいっていう医者があるでしょ。その関係ないね、水で流し込めばいいんですよ。これ誰でもできるんだから。早く食うため水で流し込むの。ねえ、よく噛んで食べてくださいと。歯が悪いからとかね、よく噛まなかったからって胃潰瘍になる人おりますか、皆さん。年寄りは全部胃潰瘍にならなかった。ねえ、会社が倒産しそうになったとかね、仕事がうまくいかなくなったら胃潰瘍になるんですよ。だからね、よく噛んで食べてくださいっていう医者がおるけど、これは医学を知らない証拠でね、素人の回しに言うことないから言うとけっちゅうだけやからね、聞く必要ないね、水で流し込んでくださいね、誰でもできる。早くその仕方っていうのはね、これはまあ技術や技術がね、大体ね、そのどういうんですかね、水で流し出そう思ったって水は別の穴から出てくる、これは無理だから。技術ってのはまたね、訓練すれば誰でもできるんですね。訓練、皆さん朝起きるとね、おしっこしたでしょ。便所行ってみてください。おしっこジャーッと終わってしばらくしないとね、大便の方が出てこないね。こういうもったいないことしちゃいけないね。前も後ろも同時に出す方法はないか、それを研究せなあかんわけです。だから私はね、一生懸命研究したんですね。もう朝起きるとね、おしっこしたなと思っても走って行って歯磨くんですよ。でおしっこしたらおしっこだけしか出ないから、歯磨くとね、もうおしっこに責められながら歯磨くとね、こんなことしないですよ。もうこう体ごとにするからね、歯磨き3分が1分で済むわけですね。もう歯磨き終わった頃にはね、体ごとこう揺すってるからね、うんちの方がこう揺すり下ろされるんでしょうね。便所行きたくなってる。おしっこもしたら便所も行きたいなと思う時に、一生懸命髭剃ると髭剃り早いでしょ。もう髭剃り終わった頃に行ってくれ、ちびってますからね。もうこれ以上ちび出したら話ならんから、顔をパパッと水かぶってタオル持って便所飛び込むとね、もう満を持してるからね、前も後ろも同時に出しながら顔をふっと拭き終わったら尻拭いて出てくると順番決めてるわけですね。そうやって1ヶ月2ヶ月3ヶ月とその順番通り一生懸命やってみてください。そうするとね、面白いことが起こるね。3ヶ月目ぐらいになってね、夜寝るときに歯でも磨いて寝ようかと思ってね、歯ブラシやってた瞬間便所来たからね、そういう連動作用が起こるようになるとね、技術も完成するわけですね。やっぱりね、勉強するときは勉強する姿勢が大切で、人生はね、心の姿勢とね、体の姿勢とね、リズムによってね、決まるみたいですよ。心の姿勢と体の姿勢とリズム。ね、例えば、ね、正しいものの考え方、それから体の姿勢、それからリズム。これがね、人生決めるんだって、能力には関係ないみたいですね。例えば、正しいものの考え方、いつでもどこでもどういう百姓の世界でも見る医者になろうと私は思ったからね。まだまだ医者として役立つわけですよ。私が医者としてね、いい生活しようと思ったらね、入院せんでもいいと入院させて金を儲かるんだから、これ社会悪ですよ。それから勉強するときは勉強する姿勢があるの。いくら能力があるからってね、足をぶらからぶら下げてて勉強せって無理でしょ。体の姿勢があるかってダメなんですよ、ね、だからゴルフするときはゴルフの姿勢、ホームラン打つときはホームラン打つ姿勢があるわけですよ。それからリズムが大切です。リズムが、リズミカル、本当リズム大切でしょ。僕は本でも再現するから、リズムが狂ったらダメになっちゃう。だから王選手がね、そのホームラン打つ能力あるでしょ。ホームラン打つ能力があるからといってね、球場に入るときに夫婦喧嘩して入ったらね、心の姿勢がイライラしてるからホームラン打てないですよ。それ体の姿勢が崩れてたらホームラン打てない。こういう持ち方したらこういうグリップがこうなったりね、また足をこう広げて待っててみ、ボールが来る前にこうして上げなあかん思ったら行っちゃうからね。だから体の姿勢が崩れてたらダメ。だからこの努力崩れてもダメですよね。リズム崩れてもダメですよ。ボールが来る前に足を上げたらね、足を上げるリズムが大切なんだ。だからそういうふうにね、心の姿勢と体の姿勢ってリズム、これはね、どの一つが欠けてもダメなんです。
能力には関係ないですよ。例えばね、心の姿勢、能力には関係ないね。例えば皆さんね、ものすごい美人でものすごい頭のいい人を嫁さんにもらってみ、その代わり心の姿勢が悪い、浮気するという姿勢があってみ、いくら能力のある人でもね、いい、もう本当に能力がある美人でね、心の姿勢のある人と結婚してみてください。能力がある人がね、能力発揮できなくなるのよ。家内がちょっと浮気してんじゃないかと思って、こう書きながらちょっと電話してみようと電話する。で、奥さんはね、本当はね、買い物に行ってるかわからんよ、浮気してんじゃないかと、ちょっとつってこう家帰ってみたいね。そうするとだん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 あのおかしくなるわけですよ。だからいくら女性でも男性でもですよ、能力のあってもダメなんだ。心の姿勢がピシッとしてるかしてないかが大切だね。だから奥さんを選ぶのも実力のうち、会社を選ぶのも実力のうちですよ。奥さんでもいくら能力あって心の悪いやつをもらったらもうイライラしてできないんだから、それよりもまあね、自分に合った、自分に忠誠心を誓う、自分に絶対の信頼ができるね、心の姿勢を選ぶのがいいわけですよ。いいやつを選ぶのが、これが人生なんです。会社でもそうですよ。会社でもね、会社に対して絶対の忠誠心、絶対の信頼感、これを持ってる人が伸びるんです。だから人間っていうのはね、絶対の忠誠心、絶対の信頼感を持てるものをね、持つ人が伸びるし、うまくいくんですよ。例えば今さっき言ったように奥さんでね、絶対の信頼感が持てて、絶対の忠誠心がお互いに誓い合える奥さんをこう持てばね、その人は伸びるんですよ。少々能力が落ちてても、私は日本の医療を変える、世界の医療を変えるということに忠誠心を誓える、絶対の忠誠心を誓う、だから僕は伸びるんですよ。東大を卒業してね、医学部卒業してね、頭のやつ言ったんですよ。ただ私は教授になろうかとかね、なんか自分だけの地位や名誉のために走ってる人はね、なかなか伸びないのよ。だから人生っていうのは心の姿勢が一番大切ですよ。その心の姿勢はもう一回言いますとね、絶対の忠誠心を誓える相手、もしくは物事を持った人が一番いいんです。日本の医療界、世界の医療を変えるというか、絶対の忠誠心を誓える奥さんを選ぶか、絶対の忠誠心を誓える部下を持つか、絶対の忠誠心を誓える上司を持つか、そういった人はものすごい伸びるんです。これがもう心の姿勢です。能力は関係ない。能力があるやつが裏でコソコソとしたらね、能力悪いやつがする方がまだいいよ、ね、能力のないやつはね、10万20万ごまかそうとするけどね、いいやつは10億1億2億ごまかそうとするんだからね。だから能力の、だから私はね、心の姿勢が一番大切で、それから体の姿勢とリズムが大切だと。体の姿勢とリズムというのは、早飯早ぐそ貧乏ゆすりというね、三原則、習慣ですよ、習慣つける。だからここの姿勢というのは、ね、早飯早ぐそでね、時間を節約できるから、時間の長さで勝てるでしょ、密度で勝てるわけですよ、ね、それからね、仕事の量で勝てる、そうすると仕事の質で勝てるでしょ。こういうふうにですね、時間の長さで勝って、密度で勝って、量で勝つ、これが大切だって。人生にはね、王道はない。勉強にも王道はないですよ。行動するかしないか、行動あるのみですよ。そう思いませんか。それでね、能力に関係ないということをちょっと説明しましょうね。大脳生理学的にね、皆さんの頭の中に、ね、140億個の脳細胞が入ってる。その脳細胞のうち 3% しか使ってない。 97% 遊ばしてるんです、ね、今までと同じ仕事をしてですよ、残った時間をいつもこう習字の練習してみてください。字が上手になりますね。残った時間をね、いつもダンスしてみてください。ダンスが上手なんですね。残った時の残った時間をですね、仕事は今までと同じようにしてね、柔道ばっかりして、柔道も上手なんです。もう上手になるのをいっぱい置いてってね、全部死んでいくわけです。 97% 遊ばしてるんです。コンピューターやからインプットしないとアウトプットできないんだからね。だから 97% 遊ばしてるってことになってるんですよ。今度はね、社会学的に行きましょうね。知能指数150の人がですよ、東大を卒業しても大蔵省入ったとか言ってね、同日祭日休むからね、見てみ、 3% しか使ってない。4.5です、使ってるのは。知能指数100の人が 5% 使うとどうなるか、 5.0 必ず勝つ。知能指数ね、例えば山下清志ってなったね、あれ、血の質ちょっと低かったでしょうね。ポーっとしたからね。しかし、敬意を表して85というところにしておきましょうね。
彼は天才ですよね、絵の天才。皆さんはね、知能指数100以上ですよ。皆さんの絵は鈍才でしょ。絵描いてね、額に入れてここら辺貼っといてみ。あれは額の方がもったいないってことなんですね。それからね、そこね、まああれ外した方がいいと、空間がもったいないってなる。幼稚だって言うとね、あれを掲げさせておいたね、責任者が悪いってことになって下ろしよるからね。なぜかね、皆さんの絵は鈍才やからよ。彼は天才なの。なぜ知能指数が低くて天才か計算したらすぐ分かる。85の知能指数のうち 10% だけ絵に使ってた。ほんで8コマ5やから見てみ、これ必ず勝つんですね。だからね、昔から能力の差じゃないですよと、努力の差ですよと。努力に勝る天才なしと昔の人は言うた。努力してますかね。全然努力してない顔してるね。いや本当、皆さん努力という言葉知らないでしょ。ねえ、まあ、皆さんね、本当にね、その言いつらしてるけど努力という言葉知らないのよ。ねえ、本当に知らないんだ。僕は知ってんだよ。ねえ、努力っていうのを見てみ。生きがいを持ちましょう。皆さんね、健康であるために一番大切なのは生きがいなんです。生きがいとは何か。生きがいとは何か。ね、生きがいを持ってる人間はね、72歳でもね、58歳みたいに見える。条件反射のパブロフは言うた。生きがいを持ってる人間は若く見える。そして長生きできると。アクシデントがない限りね、長生きするんですよ。生きがいを持ってないと長生きしないですよ。アイゼンハワー、佐藤栄作、生きがいがなくなったらドバタンと死んだ人でしょ。病気になったら。生きがいを長く持ち続けること、これが長生きする秘訣、健康である秘訣ですよ。まあ僕が考えたらね、まあよ、これは僕が考えたけど、40歳ぐらいまではね、生きがいを感じてる人が年いって見えるんですね。26歳ぐらいの人でよく頑張る人でね、34、5歳かって気するでしょ。ほんで40歳過ぎるとね、若く見えるんですね。でも全然長生きする。だからそういうふうにね、生きがいを持てば長生きするんですよ、皆さん。健康である一番の秘訣は生きがいを持つことですよ。だから生きがいを持って頑張ってると健康である。2番目が睡眠。3番目がね、食事。これが原則です。そうすると、ね、生きがいとは何か。生きがいとは日本の心。ね、世界の心ですよ、皆さん。ね、日本の心とはね、人間であるかどうかっていうのは考える足であるという人がおるでしょ。人間であるかどうかは弱気を助ける心を持ってるかどうかですよ。あいつは人間じゃないって言って、あいつは犬猫をいじめると。弱い者いじめばっかりする人は人間じゃないと言われるでしょ。弱気を助ける心を持ってるかどうか、これが人間であるかどうかの分かれ道なんですよ。ね、だから日本の心はネズミ小僧、世界の心はロビンフッドと、こうなるね。足気をくじき、脇を助ける。これはもうここの東西一緒だから。しかしもっとね、かっこよくといくと、国家、歴史に対する責任ある行動、ひいては人類の限りなき愛情に基づく行動をすると。いうときに生きがいを感じるんですよ。国家、歴史に対する責任ある行動、ひいては人類の限りなき愛情に基づく行動の根幹をなすものは何か。それは自己愛に基づく行動ですよ。プライドの持てる行動をしようと。あいつはええかになっちゃって言われないようにしないといけない。三角なんかついてるな言われたら僕はプライドでしたからね。だから二重丸と。その次には家族に対する責任ある行動、愛情ある行動をしないといけない。なぜか、うん、ね、あいつのお父さんバカだと、お母さんだらしがない、子供アンポンだと言われないように、お互いに家族に対する責任を持たないといけない。その次には仕事に使命感を持たないといけない。自分らが知ってる事業が社会的使命を果たしてるかどうかですよね。事業に対する責任ある行動、愛情ある行動をする。その次は地域社会に対する責任ある行動、愛情ある行動をするね。そして国家、歴史、人類と広がっていくわけですよ。自分のこともできんやつが家族のことできんでしょ。家族のこともできんやつがね、会社の同僚や部下の家族のことまで考えられるか。まして地域社会のことは考えられないはずです。国家、歴史、人類と広がっていかない。だから昔から家を治めれん人は国は治まらないとなってる。え、その根幹をなすプライドの持てる自己愛に基づく行動をしようじゃないかと呼びかけるわけです。私は今さっきから言ってる。能力には関係ないですよと。ね、能力には関係ない。要は目標実力の100倍に設定して、時間の長さで勝って、水で勝って、量で勝っていく。これがプライドの持てる行動じゃないかと。そして、やりたいなと思うことをやらずに、
やりたくないなと思うことをやる、いわゆる自分の本心の反対ばっかりやるということがね、プライドの持てる行動につながるんじゃないかと。そして人生は芸術であると言われるごとく、ピカピカに磨いていく、一瞬の隙も作らない、そのためには同日祭日正月頑張るしかないじゃないかとね。死んだら100万年も200何万年でも寝ておれるからね。とっといてかもね、ええ会にあってね、死んでからね、やり残したかことがあるって言って出てきたら幽霊と言われるわけですよね。足がないとかね、嫌われるんだよ身内にも。だから徹底して完全燃焼しようじゃないかってことです。人生は完全燃焼するためにある。毎日毎日完全燃焼したらいかようなんかならないね。で本当だよね。それで生きがいを持ちましょう。2番目は睡眠、まあ、皆さん40歳、まあ50歳過ぎた人が多いから、40歳過ぎて7時間以上寝てくださいね。40歳までは6時間前後です、うまくいくけどね。本当は7時間ぐらい寝た方がいいね、40歳どの人でも。本当は私は6時間あれだったけど、やっぱりいつも頭が重たかったからね、最低7時間寝てください。50歳過ぎるとね、8時間以上は寝ないといけないですよ。私は今40歳過ぎてからでも8時間目をつぶろうと努力してるんですよ。どうして、なぜか。私はね、夕べ2時10分ぐらいからホテルで寝て7時20分に起きたから5時間20分ホテルで寝たでしょ。それから栃木からこっち来るまでに約2時間、これで7時間20分ですよ。ここで約20分で、まあ7時間40分僕は目をつぶってる。見てみ、これ8時間に近いでしょ。絶対8時間に向かってずーっとやっていくんで、これが健康法でありね、睡眠をよくとってたら仕事がよくできるから。皆さん、帰らなくて深夜テレビなんか見てね、会社来たら承知しないね。いや本当だよ、給料減らすでって。いや本当だよ皆さん。僕なんかね、女の子おるでしょ、会議しててね、ちょっと眠たい、お前ね、いつまで起きたんだと。いや、ゆうべは本読んで2時まで起きました、バカと。やめてしまえと、11時で帰るんでねえよと。そうじゃなかったら私たちの病院やめてしまえね、やめてしまえと僕は言うんですよ。あ、この間本部のやつ叩いたから、そういうふうに。そしたら、はいって言って、それ以来絶対居眠りもあくびもしないね。やっぱり皆さんね、会社のためというよりも自分のためにね、すっきりした頭でダーンとぶち込むんですよね。これが原則だから、8時間は目をつぶってくださいと。で皆さんの中でね、わしはね5時間しか読ねえんだという人がね、5時間寝たらいいんだよ、あとの3時間目をつぶっておけばいいんだよ。どうせ皆さん 97% 頭遊ばしてんでしょ。目をつぶってるだけで寝てると同じぐらい休めてんだよ。いや本当だから、寝れない寝れないってのたちまるバカはいないよ。寝てね、ちゃんとこうしてこうしてね、死んだ人と同じようにこうしてね、じーっと目つぶっててね、それでいろいろこと考えたってどっちくてねんだ。 97% 遊ばしてんだからね、目つぶってるから、まあ大体 99% 遊ばしてんでしょうね。それで寝てると同じ効果があるんだから、それでいろんなこと考えてくださいよ。その分だけはね、勉強だ仕事だと思ったらいいよ。だから睡眠はね、今ここにおる人はね、大体 90% 以上、50歳以上だからね、まあ8時間以上目つぶらん人はね、給料引きますとこう言わないからね。その次は食事、食事は自分の体に合った食事、高血圧の人は塩分減らす、だから味噌汁とかね、漬物は食わないと。そういうことなんだ。一番しかし大切なのは生きがいですよ。生きがいを持って突っ込んでるとね、睡眠不足なんかできない。本当ですよ。もうどうしてもしょうがない時には睡眠不足できしないとしょうがないからね。だから勉強もそうですよ。6時からね、夜12時までして、12時前に寝ないとダメですよ。12時以降に仕事してる、勉強してる人はね、私たちの学生時代はね、夜更かししたもんだという人見てみ、大抵しょうもない面してるよ。大抵勉強してない面してるよ。普通できる人っていうのは12時前で全部終わってる、寝てるよ。12時には寝てますよ。それでまあ試験の時はちょっと追い込まれるからね、仕方ないでしょ。そういう時はまあ仕方ない場合もあるけどね、普通は大体早寝早起き三文の徳っちゅうんだよ。だからまあそういうふうにですね、私はね、昨日でもね、11時半になるとね、やっぱりね、妄想っていうのがね、おい、明日2回公演がありますからね、僕これ今日2回目だから、1時半から4時半ぐらいまでやりましたからね、帰りましょうと。それから同期の桜を歌ったりね、握手したり、俺はやるぞって全部やってね、それで12時に救急車に乗って帰ってきたわけですよ。だから救急車寝台車やからちょうどいいんだね。音は鳴らさんけど、ね、寝れるから。そうして自分をね、やっぱりこうする術を知ってくるんだ。生きがいを持つとね、人間っていうのはね、うまくこう自分をコントロールできてくる。だから生きがいを持ってる、持てば持つほどそうなるんでしょうね。まあ生きがいを持ちましょうと、まあ、それでまあちょっと時間がなかった、もうちょっと調子乗りすぎたからね、
どうしたわけか。まあ成果しかったね。最後にはね、私はね、私の座右銘っていうのはね、私は学がないからこうね、古文なんか知らんでしょ。だから命をかけてね、真実を求めると。成果しか、真実を求めてと。真実とは何か。真実とはね、真実とは愛であると思うんですね。愛とは相手の立場に立つことやからね。そうすると相手の立場に立つためにはどうしたらいいかというと、努力をしないといけないね。それから忍耐をしないといけないでしょ。それからね、愛情があればね、全力投球をするでしょ。皆さん愛情のためには全力投球しないといけないね。例えば息子さんが死んだって言ったら、ね、あ、怪我したって言ったら全力投球で走るでしょね。その逆、今度は真実、愛のためには命をかけるとね。そうするともう極限状態にまで頑張って頑張って、真実っていうのは極限状態過ぎたところに真実があるから、その真実を求めるためには命をかけて頑張らないと極限状態にならないからね。おまけにそれほど苦労すれば愛情も大きくなるんじゃないかと思うわけですね。それが苦労、前向きの苦労すれば。その方法としては努力、忍耐、全力投球しないといけないと、何事にも思うわけです。これがまあ私の人生全てであり、座右銘であると。まあこれで終わります。どうもありがとうございました。女の股に力を入れて、もっと力を入れましょうと書いてるでしょ。努力というのはね、百聞一見にしかず。お産をするときに女の股に力入れるんですよ、皆さん。ガーッと油汗をかいてね、ドキ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 、もう死ぬ人もんですよ。死ぬから生きるから寸前まで行くんですよ。それで血もバーッ出るんですよ。まあまあね、一生日の半分ぐらい出るから、そういうふうに油汗をかいて、もうお産をするときにまたね、力入れてじーっと長いこと、そういう状態を続けることを努力って言うんですよ。だから私なんかもう医者やから、カーッとしてね、もうちょっと頑張ってくださいねって、はいってやってるからね。努力してる方は、はいって言ったら、もう即座に言うとは大体間違いないと思うけどね。だから努力っていうのはな、女の股に力を入れて、もっと力を入れましょうと。だから私なりに努力しておりますっていう人がおるけど、私なりの努力なんてないよ。女の股に力を入れるときはね、初産婦でも計算婦でも油汗を垂らして同じ格好してんだから。計算婦だから楽か思ったら、計算婦だから死ぬやつがおるんだよ。計算婦でバタバタ死んでいってんだから。初産婦より計算婦の危ないんですよ、本当は。気許すからですよ。だから努力っていうのは全部同じ状態、油汗をかいてね、血も出す。それが血の滲む、滲むだよね。だから時々皆さんはね、女の股に心を入れて帰ったらしてみ、奥さんに怒られるわけですね。だから日本語はね、書いて字のごとく解釈すればいいんだけど、ね、しかしそれを解釈したってあかんんですよ。皆さんはっきり言ってね、一回お産の時見に来てください。努力っていうのは分かりますよ、本当ですよ。僕はもう何回も見てるからね。僕は努力してるんですよ。僕は朝起きて歯磨いて、髭剃って、便所行って、全部出して、風呂入って、シャンプーして、リンスして、体洗って、出てきて拭いてね、服着替えて出ていくのに大体18分以内でできるんですよ、僕は。便所行ってカーッて踏ん張るから、血切れちて血も出るからね。それはもう本当にね、努力のうちですよ、これは。10日に一遍しか僕は家帰らんけどね、かなり僕は風呂入っててみ、7時15分ですよ、17分です、19分です、2分おきに来るから僕に。そうするとどういうことが起こるかね。もう本当にね、もう時間がなかったらね、もう片足ぐらいあらんと出てくるんだから。まあそういうふうにタッ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 、一日の計は朝にある。朝タッ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 タ、夜もタッタッタ、昼もタッタッタ、全てタッタッタやね。で本当だよ。だからね、私は努力してると言えるね。だから早飯早ぐそ貧乏しんねえ、字の通り読んだらあかんのよ。早飯早ぐそ早セックスと書いてるかもわからんしね。いや僕はセックスの3分以内やからね、大体。いや僕は家内にね言うんだよ。あなたね、10日に1分ぐらいいつ帰ってきて来るけど、私とあなたとはこれだけですねって言うからね、バカと感謝しろって言うね。大体ね、前も後ろも同時に出して2分でかかるのにね、前だけで2、3分もかけてあげてるんだと。それぐらいありがたく思わないとね、ダメだって僕言ってね。いやそうじゃないですか、皆さん。だからね、これは愛してる証拠だとこういうわけですよ、僕は。なぜか草履みたいな顔でね、帰んな女の人ね、やりたくないなと思ってやったら30分頑張ったって出ないよね。1時間頑張って出ん時あるでしょ。しかしね、若い山口百恵さんとかね、こうやらかと思ってやってみ、入れる、もう入れた瞬間出るってことね。やっぱりね、愛してるとか、もう心をときめいてる時は、愛してる時は早く出るんですから、3分以内に出すっていうのは、これは愛情の表現の一つの方法だからね。だからありがたく思ってもらわなあかん、ね、だからまあそういうふうにして私はね、いつも努力してるからね。
セックスまで努力してる、頑張ってるからね、早落ちまくっちゃってね。まあ、早漏となんか言ったらかい、やっぱりね、これはやっぱりあの解釈があるからね。しかしだから私は努力してるんですよ。もう僕はそういつも言い切れるから。だから私はね、背も低い、面も悪いね、そうやって計算も読み方も遅かった、負けてばっかりやったけどね、この頃私はね、一つだけ自慢するのができてきたね。1日24時間、1年365日ね、有効に使ってるっていうのはね、40歳前後、45歳以下でね、僕に勝つやつおるかと思うね。45歳以下、まあ戦前戦後ね、月月火水木金金と頑張った連中は、まあ、僕と同じぐらいかもわからんけどね、僕はもう45歳以下と僕は勝つと思ってるんですよ。絶対僕は勝つと思ってね。なぜかって計算したらわかるからね。普通の人を計算すると265日1日ね、土日祭日正月休んだらね、265日しか働かんらしいですよ。平均したら8時間ね、2120時間しか働かんから、昼飯1時間食うバカもおるらしいね。1855時間です、1年間。僕なんか365日ですよ、16時間以上ずっと働いてるから5840時間ね。頭のいいやつが 3%、 頭の悪いやつが 5%、 3対5で勝つでしょ。2対5やから、2対6やから、四捨五入したら僕は勝たないはずないと僕思うの、ね。もっと画伝説的に言うとね、英語を一生懸命勉強して1日8時間ずつ勉強する、土曜日4時間、日曜日休むと勉強してみてください。2ヶ月したってね、なかなか上達しない。それがね、1日16時間以上、日曜も最積もダーッと頑張ってみ、もう1ヶ月半ぐらい英語の勉強するとね、寝言を英語で言うんだからね、夢も英語で見ますからね、365日夢も見てますよとこう計算すると8760時間とこうなるわけね。人の4倍やってる、普通の人の4倍、平均人間の4倍僕やってるって信じてるね。だからね、僕は全国のやつを運営してね、新しく作って運営してて、これは大変だよ皆さんね。おまけに僕は月3時回公演してるから、あちこち、今日は東京で2回、昨日は栃木や、一昨日は仙台、そのうちは盛岡、明日は奄美大島で2回、明後日は熊本、タッ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 と毎晩泊まる、ね、県が違うから、まあ、そういうふうにねやってるからね、9つの病院運営して公演30回してね、まあ、人の4倍ぐらいやってるとこう言ってくれよね。家内もやってると言ってるからね。そう考えると大体ね、理屈に合うんですね。私はね、大体ね、昭和30年に徳之島出てきたんですよ。16歳だったんですね、その頃。それで16歳までね、平均人間ややんちゃ坊主だったからね、それ以来昭和30年から26年間ね、56年まで人の4倍あったから、見てみ、120歳です今の私の年齢はね。だから120歳と思えば大体ね、理屈にが通るんですよ。昔の人はね、例えば沖縄、福岡、京都、茅ヶ崎、大和と僕が病院作ってきた時に、医師会の先生方がね、徳田潰せと軽く考えてきたね、バカ野郎ども。しかし負ける戦したらあかんんですよ、僕はしないから。それから戦いを起こす時はね、飲んでかかるね。ちょっとでも負けたらどうしようと思ったらできないですよ、ビビっちゃって。それで一つの病院作るのはやっぱり20億30億かかるんだから、一つ負けたら大変ですよ。しかし私は飲んでかかる。なぜか、飲んでかかる理由があるんだよね。医師会の先生方見てみ、平均年齢55歳ぐらいでしょ。私と比べてみ、65歳も年の違うね。尻の青い連中の集まりだと、負けるはずがないと思う。何歳ですかね、35歳33歳ね、33歳違う人でね、3ヶ月ぐらい赤ちゃんだ。東大とかね、通りそうな能力のありそうな顔してるからね、500人ぐらいこうハイハイして喧嘩してやってきてみ、怖いか。一人ずつ踏み潰せばいいんだどっちかないね。しかしね、踏み潰したらあかんのよ。踏み潰してると見るとあいつ悪いやっちゃってこうなるからね、足を動かして巻きつかれさして、疲れて寝たら抜き足差し出して帰るのよ。喧嘩するときはそうせなあかんよ。やっぱりマスコミも気にせなあかんしな、やっぱり人の目を気にせなあかんからね、まあ、そういうふうにしてね、まあ私はね、見てみ、33歳違うやつが来ても、あなた500人来ても5000人来ても5万人来ても10万人来たって怖くないでしょ。私なんか65歳も違うのに怖いなんて言ったらいけないよね。だから私はね、奄美のハブ、奄美帰れとこう言うんですよ、向こうの連中。僕怒らそう思って、すぐ僕もすぐカーッとなって突き刺したらかとこう思うけどね、ちょっと待てと、突き刺してやろうかと思うようではね、120歳と言えたからじゃないと、昔から実るほど神戸を垂れる稲穂かなと言うじゃないかと。そうかと、まあ実ってないけどね、120歳と思うんだったらね、実ってるふりぐらいしなさいとこう命令すると、そうかと思って、奄美のハブ、奄美へ帰ると、かまったまでございますとこういうわけですよ。どうして奄美に帰らないんだって言ったらね、いや私は
奄美へ帰って病院作るのが徳田太郎の使命だと思ってますと。しかしハブと言われたからね、福岡京都茅ヶ崎暴れ回ってから帰りたいっていう顔するとカーッとこうやってガーッと言ってくれて、言い疲れて帰っちゃうからね、僕が勝つわけです。だからね、まあとにかくね、そこら辺がね、勝負、沖縄福岡京都茅ヶ崎大和病院作る時に金もね借りなあかんですよね。1億2億あったらね、なかなかね、担保物件と保証人があれば誰でも貸してくれるでしょ。やっぱり10億とかね、やっぱり20億とかなる、30億とかなるとなかなか難しいね。20億30億になると人物みたいってくるから、もうすぐね、僕もね、融資担当常務とか東取さんと会うとついフラフラなんで、本当にはだから意識させる、お前ね120歳じゃないかと。これね、そうか、東取さんといっても60歳とお前と、そうかと、それとどうしたらいいかと思ったらね、実ってるふりしなさいとこういうまた命令するわけです。それで実ってるふりじゃこうかと思ってやると、向こうは本当に実ってるから来るけどね、こっちは実ってるふりしてるだけやから、それでも頭が下にあるとね、実ってんじゃないかと勘違いして貸してくれるみたいね。だから人間ってのは不思議なもんだね。僕は思ったね、実るほど神戸を垂れる稲穂かなってのは、これは稲穂はね、実っておけばこうだんだん垂れてくるよ。人間は違うね、実ってるふりして頭を下げてる間に人が勘違いして実ってると思ってくれるみたいですよ。やっぱ人間ってのは水でできてるからね、こう頭を下げてる間にだんだん頭に水が降りてくるんでしょうかね。だから人間は神戸を垂れてる間に実っていくと。だからね、昔からこういうよ、社長になったからとか代議士になったからとか部長になったからとか言って、人間はこう変わっていく人がある。本当の人物は権力を握っても社長になっても本当の人物は変わらない。社長になってこうふんぞり返ってだん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 こう降りていくんですよね。代議士になっても空っぽになっていくわけです。だから人間ってのはね、変わったら本物じゃないって言われた。だから私はまあ今さっき言ったようにね、実るほど神戸を垂れる稲穂かなって言うけども、人間は神戸を垂れてる間に実っていくんじゃないかって気がする。人がそう思ってくれるから、そういう振る舞わなあかんが、逆にこっちはね。だからまあそういうふうにしてね、120歳っていうのはね、ひょっとしたらね、いいんじゃないかと。だから私はね、あちこちの銀行を騙し抜いてるね、日本工業銀行、日本長期信用銀行、日本再建信用銀行、農林中金、第一関係住友銀行、東海銀行、富士銀行、三和銀行、太陽神戸銀行、全部借りてるからね。だから約30行から借りてる。ユナイテッドカリニアバンク、シアトルファーストナショナルバンク、これも借りてるね。この間からドレスナーバンクも借りてる。スイスフランのインパクトローンも入れたから。ちょっと金が詰まってきた時ね、1フランでだいたい140円だったの、去年はね。私は1フランで今120円でしょ。まあその時大蔵省これ認可やからね。どうも。5万フランしか貸してくれなかったけどね。それで7億借りて今6億返せばいいわけですね。だからこれ120歳の知恵というんか、ついてるというんかね。金借りて金儲かったちんだからね、まあ、こういうふうにね、やっぱりね、120歳と思えばね、やっぱりちょっとね、僕は赤面症あったですよ、徳之島出身で、人の前で話せなかったのよ。じゃあこの頃やっとね、話せるようになったけど、ただね、私はどんさやからね、講演今700回ぐらいしたけど、やっと講演がちょっと分かってきた。声を潰してるでしょ。これは声を潰してるというのは、講演の方法が分からんから潰すの。講演の方法っていうのはね、相手の波長に全部合わせてね、そういうスピードでいけばね、声は潰れない。やっとね、ここ2、3回か4、5回やっと分かってきたね。まあ、そういうもんだ。だから時間の長さで勝って、水で量で勝つ。これが人生であってね、だから量で勝ってるとね、ものすごく自信がつくね。だから昭和46年、今度はね、私は徳田病院を作ろうとしたね。今、学閥に支配されない実力主義の病院を作ろうとしたけども、しかし銀行っていうのは面白いね。金のある人から金預かって、金のない人に金を貸すのが銀行だと思うでしょ。しかし金のない人から金預かって金のある人にまとめて貸すらしいね、銀行はね。お前は預金がないから金貸さないって言うんだからね、まあ、預金があったら金借りまいと思ったけどね。しかしまあ将来から生命保険を1億8000万僕はかけましてね、それで銀行行ったね。私が死んでも取りはぐれがないようにね、銀行に受け取り人を銀行にするという委任状をつけとくから貸していただけませんかって言ったね。徳田君とね、生命保険というのは死なないと取れないですよと。で病院はね、オープンして1年、2年、3年してうまくいかないことがあると。うまくいかなくて徳田先生が生き長らえてたらね、取りはぐれるじゃないですかって言うからね、やっぱりそうかと思ってね。しかしまあ、ね、生命保険っていうのはありがたいことに、1年したら自殺しても出るんでしょ、この頃もそうかな。だから私はね、1、2年してうまくいかなかったら屋上へ上がってね、頭を下にして飛び降りましょうと。そしたら、それだったら面白いってことになりましてね。で、80ベッドの病院を貸してくれたんですね。しかしね、
やっぱ300ベッド以上の病院じゃないとね、本当はいい医療ができない。土日祭日正月医者が5、6人泊まっておかないと手術とかなったったこれはできないでしょ。なぜ徳田まで80ベッドの金儲け病院を作るんだと、ね、2番目は徳之島出身の徳田がね、どうして大阪に病院を作るんだと、ね、徳之島の税金で小学校中学校高校まで出してもらってね、徳之島の税金で出してもらった、徳之島の白米とさつまいもとね食わしてもらって、徳之島に残してきたのは糞だけですもんね大阪でねいい税金払ってね、開業してね、金儲けする。こういう食い逃げ人間がおるからね、農村離島の入れが良くならない。だから、お前も食い逃げ人間になったじゃないかって言うと、こう言い訳せなあかんでしょ。今は力がないから80ベッド作るんだよって、力が出てきたら300ベッド作ろうと。ね。それから、80ベッドでもね、理念をしっかりしておけば、いわゆる心の姿勢をしっかりしておけばね、いい医療ができるんじゃないかということでね、医療法人特集会の理念。生命安心して預けられる病院、健康と生活を守る病院、理念を実行方法、年中無休24時間オープン、入院保障金、大部屋の必要差額、冷暖房指定さえ無料にする、健康保険のサービス関係も困っている人には免除する、生活資金の立て替え供与をする、患者からの贈り物は一切受け取らないと、心にもないことをこう書きましてね、心にないことでも書いて皆さん実行すればうまくいくんですよ。人間大体書いてるってなんで、心にないことを書くんですよ、ね、高校行ってみ、質実合憲と書いてる高校はね、軟弱だ、ね大体ね、努力と書いて皆さん学生時代に壁に書いて貼ったでしょ。これはなぜか、努力したくない人が貼るんです。努力したい人は貼らんでもできるんだからね。寝ようかと思ってパッと見たら努力と書いてるからね、そうか、あと5分くらいして寝ようかと思ってね、まあその程度の効果だよな。いや本当、僕なんかね、本当のこと言うと、年中休みたい、24時間遊んでおりたい、健康系の産業待機も困ってる人からも踏んだくりたい、生活資金は工事貸しをしたい、患者からの贈り物の多い順番に見たい、これが私の本心ですよ、ね、人生をうまく生かす方法って皆さん知ってますか。人生をうまく生かす方法はただ一つ、自分の分に応じてうまく生かす方法があるんですよ。自分の本心の反対ばっかりやればいいんですよ。やりたいなと思うことをやらずに、やりたくないなと思うことばっかりやれば人生うまくいくんですよ。テレビ見たいな、勉強したくないなと思うでしょ、反対すればいい。だから人生っていうのは自分の本心の反対ばっかりすればうまくいくからね、自分の本心の反対の理念を作ればいいわけですよね。